ルドルフ2世は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、ローマ王、ハンガリー王、ボヘミア王、ハプスブルク家のマクシミリアン2世と、皇后、マリアの子、ルードルフ2世とも表記される。1561年、父マクシミリアン2世が、プロテスタント寄りの姿勢に終始したため、ハプスブルク家の同族である、スペイン王フェリペ2世が影響を危惧して、その意向によって幼少児を、 スペインの宮廷で過ごした。イエズス会の影響を受けて、厳格なカトリック教徒となった。さらに、フェリペ2世の宮廷では、君主と家臣の区別を意図的に厳格にし、その間には目に見えぬ遮断壁が設けられていたが、ルドルフ2世はその雰囲気に馴染む。またスペイン仕込みの自尊心高く高圧的態度に、父は驚いたが、スペイン出身の母は授業した。 ルドルフ2世がいたスペイン宮廷は、ちょうどマドリードに首都が決まり、新たな宮殿の建設が進み、デパント沖の開戦までの時期である。1576年に、父の後を受けて皇帝に即位する。父は宗教に対しては寛容策を採用することで、皇帝権力の強化や、国内の安定化を図っていたが、ルドルフ二世は、スペイン宮殿での教育で経験なカトリックであったが、当初は、 父同様に寛容な態度で政治を取った。1577年、オランダにおいて、レパント沖の海戦の出費により、フェリッペ2世が、オランダ軍に資金を十分に払えず反乱が起こったのと沈めつつあったため、弟のマティアスをオランダに送る。1583年、祖父フェルディナンド1世が、夏の宮殿を建てていた、プラハ城に、本格的に首都を移す。このりから、 メンタルヘルスが顕著に乱れ始める1593から1606年にかけて、それまで、比較的平和だった、オスマン帝国と戦争をする、リドルフ2世は恩恵政策として1606年、同地域における心境の自由を認めた。しかしもともと政治能力にかけ、国政を重心。1612年に59歳で死去し、他の君主位もマティアスが継いだ。 生涯に一度も結婚しなかったが、漁食家として知られ、愛人、カテリーナ・ストラドバとの間に6人の諸子を設けた。ルドルフ2世のターラー銀河1605年定、マティアスとの関係は、ハプスブルク家の歴史の中でも最悪だったという。もともと、マティアスは、宗教問題などに無策だった、ルドルフ2世を苦々しく思う一方、ルドルフ2世の才能にコンプレックスを抱いていた。 対立を決定的にしたのは1577年、スペイン領ネーデルラントにマティアスが調整役として赴いて失敗したことだという。アニルドルフはマティアスのウィーン期間を許さなかった。マティアスはハンガリー貴族を利用し、後にはボヘミアにおける貴族の支持を得て、1611年にはプラハに侵攻して兄をボヘミア王から引きずり下ろした。その後、 ルドルフ二世が亡くなり帝位をマティアスが引き継ぐ。アルチンボルドに依頼した公式肖像が、ウェルトムヌスに扮するルドルフ二世、スウェーデン、スコークロステル上このように政治的には無能だった、ルドルフ二世であるが、教養に富んでいたことから文化人としては、優れていた。ルドルフ二世が、芸術や学問を保護した結果、その下には、ルーラントサーフェリー、バルトロメウススプランヘル、 ティントレト、ジュゼッペ・アルチンボルド、ハンス・フォン・アーヘン、アドリアン・デ・フリースといった多数の芸術家が集まり、テート・プラハは文化的に大いなる繁栄を遂げたのである。プラハは国際マニエリスム様式の重要拠点でもあり、ここを起点にマニエリスム様式は1600年前後のヨーロッパ各国に拡散していった。チェコのガラス工芸を世界的レベルに発展させたのも、 ルドルフ2世である。また、ルドルフ2世自身は特に錬金術に大きな関心を示しており、実際に多くの錬金術師のパトロンとなっていた。天文学者のティコブラーエやヨハネス・ケップラー、植物学者のシャルル・ドレクリューズなどもルドルフ2世のもとに出入りしていた。1597年にプラハ城の北翼にコレクションの部屋を作ることを始め、1605年に 完成しコレクション移動している。これが脅威の部屋として有名になるが、その後はコレクションが撤去されスペインホールとして名を残している。ありがとうございます。